目黒営業所、東急バス目黒営業所とは、東京都目黒区目黒本町一丁目14-18に所在する、東急バスの営業所である。主に、目黒通り、山手通り周辺を運行する路線を所管している。最寄り停留所は、かつての町名、清水。1940年9月に、 下目黒営業所の移転によって開設され、以後周辺営業所との路線調整を繰り返しつつも、目黒通りを主軸とする目黒区周辺の路線を担当し続けている。営業所の略号は、M。目黒通りの公共交通の歴史は古く、明治初年に石踏襲村の人々によって始められた、ゴン助坂と玉川の毛の渡し場を結ぶ、乗り合い馬車に始まる。その後、 下目黒の人々が乗り合い自動車の運行を開始するにあたり、この馬車路線の権利を譲り受けることとなった。これが1919 19年のことであり、バスとしての歴史も大変古いものになる。この路線は、目黒乗り合い自動車によって運行され、目黒駅前玉川とどろき間を結ぶものであったが、1923年4月に目黒自動車運輸に買収された。 このメグロ自動車運輸は1920年に設立され、当初は主に貨物や貸切自動車の営業を営んでいた会社である。メグロり合い路線を買収した直後の1923年9月に関東大震災が発生し、郊外への転居者が激増したため、図らずも沿線人口が増加し、同社の業績もそれに応じて向上していった。その後、 メグロ自動車運輸は、玉川電気鉄道の合計会社となった後、同系の芝浦乗合自動車と共に1937年に、メグロ蒲田電鉄に合併している。この際、ゴン助坂にあった本社は、メグロ蒲田電鉄の下メグロ営業所として引き継がれた。メグロ蒲田電鉄は、もともと、メグロ区では、南部の専属、大岡山、 自由が丘などにおいて運行していたが、この合併によっておおむね有点寺以南の山手通り上を除く範囲が同社のエリアとなった。さらに、1939年に東京横浜電鉄を合併し、区のほぼ全域に東横のバスが走るようになった。この時点で、目黒区内の営業所は、前期の下目黒営業所のほか、旧、東京横浜電鉄より引き継いだ。 中目黒営業所があり、それぞれ合併前と同じように路線を所管していた。また、旧、目釜路線も以前のまま新名営業所が担当しており、営業エリアと車庫が大きく離れていた。そこで、目黒区内の路線に効率的な廃車を行える、よう、1940年9月29日に、下目黒営業所を、目黒区のほぼ中央にあたる清水に移転。 目黒営業所と解消し、新たな営業拠点として、周辺路線を集約したのである。その後、1942年2月に、陸上交通事業調整法に基づく、戦時統合により、以下の路線区間を東京市電機局に譲渡した。結果、所管路線は、下表の通りとなった。戦後は、旧市線の復旧を行うとともに、新規区間の開通が、 徐々に進められた。ちなみに、昭和20年代には、東急バスの世田谷区内の営業所が、淡島営業所一箇所しかなく、目黒営業所は、東京都内の広い範囲にわたって、路線を担当した。目黒通りを走る自由が丘線は、1948年より、都営バスとの相互乗り入れを開始し、都心への直通運転を行うようになった。1950年には、 とどろから深沢、駒沢、渋谷を経由して、東京駅に向かうとどろ線も開通する。また、有天寺方面の路線は、目黒駅三軒茶屋間を結ぶ三軒茶屋線に、自由が丘駅、駒沢ゴルフコース間の路線は、渋谷駅直通のグランド線へと発展した。目黒区の南部では、東急目鎌線武蔵小山駅周辺へと東西に結ぶ。 戦前の路線が廃止され、戦後新たに、ひもん線、専属線、渋谷線のような各々の地域から、国鉄のターミナルに連絡する路線が開通した。また、専属線や不動線のように、目黒区内から渋谷駅へと連絡する路線ができたことも、戦後の変化の一つである。一方で、江ノ島線や長野線といった。 長距離路線を担当し、貸し切り車も配備されるなど、東急バスのエース格の拠点として、車内での地位を固めていった。1956年、世帯営業所の発足に合わせて、轟線とグランド線が移管。同時に観光営業所が新設され、貸し切り専用車はそちらに移った。1986年、ひも谷線と清水線に、都市新バスシステムが導入される。 2000年代には、東急トランセへの管理委託に伴う路線の移動が相次ぐ。2002年、旧目黒自動車運輸以来の伝統を誇った三軒茶屋線と小山線が管理委託になり、ゲバと鶴巻へ移管。2007年には、専属線が委託化されゲバに移った。また、鶴巻のトランセ委託化の際に直営で残すため、移管されてきた深沢線も同年。 管理委託の上限巻きに戻された。2016年3月1日には、トランス委託家でゲバに移管されていた、先属船が、委託解除の上目黒に戻された。2007年6月27日には、目黒営業所所管路線に、パスモが導入されている。2010年4月、エバラ営業所の担当だったエバラ町船、品川水族館船、特シャトル船が移管される。 これは、エバラ営業所の建て替え工事により、車庫敷地が手狭になるためであったが、路線エリアの地域が営業所から遠く、営業運転での出入庫運行ができなくなり、エバラ、営業所から清水までの長距離改装をしなければ、ならないという不便を伴っていた。建て替え工事終了後の2012年10月1日、3路線全てがエバラ営業所に戻された。 目黒通り専用車、109車、M875 目黒通りでは、1986年から、東急バス新交通システムと呼ばれる、都市新バスシステムが導入された。導入地域に目黒通りが選ばれたのは、渋谷駅など他のターミナルを発着する路線と、比較して、路線形態や、管轄営業所が複雑でなかったためである。管内の対象路線は、ひもにや線。 清水線、三軒茶屋線で、特に、ひもぎ屋線と清水線には、グレードの高い新型車両が導入された。また、一部の停留所には接近案内表示も設けられ、鶴巻営業所の学校線も案内表示にのみ、対応した。メイン路線である、清水線の運行の確保を重視、これが乱れた時に、本数を多く設定してある、ひもぎ屋線から車両を当てて、 メイン路線を確保するという総合的な運行管理が大きな特徴であった。その全てをコンピュータ制御することにより決定した一往復分のダイヤが運転席のディスプレイに表示されるようになった。また、同時に停留所に自動変更された予定時刻が表示され、該当者の方向幕が自動的に変更されていた。当時としては最高レベルのシステムであり、 利用者の増加に貢献した。なお、このシステムは老朽化により1998年に廃止され、現在は無線による接近表示システムに切り替わっている。同様の無線システムは、池上営業所管内、青葉台営業所管内でも導入されているほか、東急バスナビとして、携帯電話、 スマートフォン等に運行状況を随時表示するサービスも全路線で提供されている。ひもぎや線、黒 h 系統は、目黒営業所の主力路線であり、日中でも5から6分ごと、1日あたりの運行回数が、東急バス全路線の中で最も多くなっている。このため、清水線とともに新交通システム対応、109社への一斉リニューアルや、 同社を置き換えるべく実施された、都内民営事業者としては、初となる、ノンステップバスの大量投入など、数多くの先進的な試みが行われてきた。ヒモン屋線が開通したのは1956年5月16日のことで、当初は、恵比寿駅を起点とし、目黒駅田向えされじを境界、区立7中目黒駅というルートで、循環運行していた。 1957年2月11日に、目黒駅発着に短縮され、大岡山小学校前を回るようになったのは、同年12月6日のことである。また、かつては大岡山小学校秘門屋八万館に、宮川岡という停留所が設けられるなど、付近の停留所の位置関係も、若干違っていた。沿線には、目黒日大、玉大目黒中高、時和松学園、 目黒整備学園小学校といった私立学校が多く、それらへの通学輸送の役割が非常に大きい。この線のサレジオ教会より、西側は半時計回り、一方通行の循環区間であり、方向幕上の終点、大岡山小学校前は、間7通り上ということもあって、中間停留所のような扱いとなっている。 実質的に終点の役割を担っているのは、その次の紐屋八幡前であり、ここに時間調整のための退避スペースがある。なお、紐屋八幡で、時間調整中は、バス車内で、後踏んで発車しますという案内が流れる。1987年11月2日から、深夜バスも運行している。目黒駅清水の出入小便も何本か運転される。現在は、 全便ノンステップ車で運行。清水線は、目黒駅から目黒通りをとどろき7丁目まで走り、上野原駅を経由し、二子玉川駅までを結ぶ。沿線には、日門谷線も並行する肘学園、時は松学園のほか産業農立大学本部、自由が丘キャンパス、自由が丘山能短期大学、玉美術大学本部、上野毛キャンパス、都立、 桜治む館、薬務学園、東京都市大学とどろき中高など、教育機関が多く、それらへの通学輸送の役割が、極めて大きい。また、駅から離れている、イオンスタイル、ひもんやや沿線から、二子玉川ライズ、高島や玉川店などレジャーの足にも欠かせず、比較的使いやすい路線である。ひもんや線ともに、1986年に、 バス新交通システムが開始され、1997年にはノンステップバスが大量導入された路線である。現在は全便ノンステップ車で運行される。終戦直後は目黒駅清水として運行していた。この区間には現在も出入小便が少数営業運行しているが、この頃は一般路線として非常に多くの便数があった。その後、 1960年代に入り今のように、二子玉川園前まで延長された。1964年から1969年までは、不動前営業所に一時移管されていた。この時の絡みで不動前が大橋に移転した時も、大橋営業所に引き継がれた。大橋営業所は、東急玉川線廃止後の代替バスを主に、受け持つべく開設された、営業所であるが、 これが縁となり玉田廃止の翌日、1969年5月11日より、二子玉川縁前を越えて、木沼本村に至る便が運行されるようになった。後の黒霊山系統の誕生である。1970年9月1日、清水線は大橋から目黒に戻される。この時に、黒霊山系統の運用の都合で、 玉零06の一部便も受け持つようになる。黒03は1988年2月15日限りで廃止され、目黒駅二子玉川園前間の運行に統一された。同時に、木田線の目黒担当便は高津営業所に移管された。2004年9月16日から、目黒駅とどろき7丁目間で深夜バスの運行を開始したが、 2018年10月31日付で深夜バスの運行は終了となった。玉川花火大会開催時には上野毛駅二子玉川駅間が通行止めとなるため運行は上野毛駅発着となり車両はカン通りへの世帯営業所を利用して折り返す形であったが現在はカン通りの混雑による遅延を避けるため りき奏車所で折り返しを行っている。東京駅を出発する東98、京統東,東京駅南口目黒駅間は、東急バスでは、港区内を縦断して、千代田区内に乗り入れている、唯一の路線であり、終戦直後から長く都営バスと共同運行を行っていたが、2013年3月31日、限りで都営が撤退。 東急バスが単独で事業継続することとなり、現在に至る。東急と都営との共同運行としては最後まで残った路線である。なお、都営バス便は、轟方面は、轟で終点となり、轟創車所へは改装となる。一方、東京駅方面は、轟創車所から利用できた。以前は、このような民営バスの東京駅乗りれ路線が、数多く存在したが、 自動車交通の発展とともに生じた幹線道路の渋滞、地下鉄路線の相次ぐ改良等により、その多くが山手線駅等を境に分割されてきた。その中で東98系統は分割されずに残っている。目黒通り沿線の都立大学駅移動は鉄道駅から比較的遠いこと、また沿線から港区内の慶応義塾大学本部、三田キャンパス。 千葉京立キャンパス、慶応女子高校、慶応中東部へ乗り換えなしで行けるという事情もあり、熟成の通学輸送を中心に、目黒駅をまたいで、山手線内と目黒通り沿線間での利用客が、比較的、多く、これが分割されない、大きな理由とされる。目黒駅とどき7丁目間は、清水線、加えて、目黒駅都立大学駅北口間は鶴巻。 営業所の深沢線とも重複しており、目黒通りを走行する路線として、保管関係にあり、両路線を合わせると、ラッシュアワーでは1時間あたり15本以上の運行本数となる。その他に、目黒駅をまたぐ通学輸送、病院輸送、虎ノ門ヒルズや各省庁への通勤輸送、東京タワーや日比谷公園への観光客輸送も、極めて重い存在意義である。 この路線は、1946年2月に、目黒駅柿の木坂を復旧したのが、戦後の始まりで、同年6月14日に、都立高校へ、9月に、自由が丘へと延長されていった。1948年11月1日より、都営バスとの相互乗り入れにより、東京駅まで運行するようになったが、その後も自由が丘発着の時代が長く続き、 鮮明の由来となっている。轟きへ伸びたのは、相互乗り入れ開始から10年以上も後の1959年3月20日のことである。1968年6月13日からは、通勤時間帯に限って目黒出入口霞ヶ関、出入口間で、首都高速道路を経由する便が登場し、1987年5月15日まで運行されていた。 首都高速道路系郵便は、車体前面にヘッドマークを掲出していた。沿線は変化に富んでいる。東京駅を出たバスは、東京国際フォーラムや、高拠単、経済産業省前や西新橋のオフィス街を行く。虎ノ門ヒルズ、東京タワー下、再生会中央病院、東京都庭園美術館の脇を通り、目黒駅を抜けると、目黒、 世田谷の住宅地に入っていく。終点の轟寄送車所周辺は、閑静な住宅地であり、数分で、東京23区内唯一のとどろき渓谷に出ることができる。都営バスと共同運行時代の運賃は、東京駅目黒駅が200円、目黒駅一斉異南のみ、または、目黒駅をまたいで乗車する場合は210円であった。 2013年3月31日まで共同運行していた都営バスの運賃は全線で200円だった。戦術の通り、目黒駅を境に分かれていた運賃制度は、東急単独化後もそのままであったが、2014年12月1日より、全線が220円均一となった。同時に、東京駅目黒駅間のみで利用できた区間定期券が廃止される代わりに、 清水方向のみ使えた、目黒駅地下距離定期券が、目黒駅白金高輪駅間でも使えるようになった。2019年10月1日より、消費税率引上げに伴い全線が220円に変更された。2021年11月1日のダイヤ改正に伴い、日中はすべて、東京駅南口清水間での運行となり、 東京駅南口轟どろき奏所管は朝と夕夜のみの運行となる。また、日中時間帯における本系統の保管として、轟どろき奏所玉川神社前玉川警察署、轟どろき奏所管の循環路線、等21が新設された。日中に、轟ど駅方面と目黒駅方面の間で利用する、場合、轟どき小学校前停留所で、清水線。 黒礼二系統との乗り継ぎが必要になるが、救済措置として、この改正以後、IC カードで利用する場合は、同停留所で一乗車目から90分以内に乗り継いだ場合は自乗車目の運賃が無料となる IC カード乗り継ぎ割引制度が導入された。この乗り継ぎ制度は清水停留所において、東98系統と黒礼二系統及び深沢線。 黒07系統の間で乗り継ぐ場合も適用となるため東京駅方面から二子玉川駅や桜新町駅、鶴巻営業所方面へも1回分の運賃で乗り継ぐことが可能となった。使用車両は東急バス単独運行になってからは中型ロング車と大型車に加えてワンロマ車が運用に入ることもあった。2020年現在、 中型ロング車とアンロマ車は全車転属し、通常の大型車と2015年以降に導入された自由が丘専向け大型ロング車が使用されている。2020年4月1日からは燃料電池バス、空が平日に限り1日4往復運行するようになった。なお、以前共同運行していた都営バスは撤退直前の時点では基本的に 中型ロング車を使用していた。品川線は、渋谷駅から大橋を経て山手通りを南下し、第一京浜を経て、大井町駅に至る路線である。大井町発のバスは、大井町駅東口を出るとすぐに左折して、税務巣坂を通行するため、南馬場までは別ルートとなっている。立正大学本部、品川キャンパス。 東京音楽大学本部、中目黒大館山キャンパス、目黒学院への通学輸送、東京共済病院、東方大学医療センター大橋病院への病院輸送、防衛省目黒地区や大崎ニューシティゲートシティ大崎、シンクパークなど、JR 大崎駅周辺の高層ビル群に本社を置く、大企業、神戸製鋼所東京本社、ソニーシティ大崎、 かんぽ生命保険東京サービスセンターなどへの通勤輸送、また大崎広港寺にある城南信用金庫本店営業部、中目黒駅資金にある目黒区総合庁舎、東急グループのイメージスタジオ109目黒スタジオへのアクセスを担う。路線全般にわたって幹線道路である山手通りを通行しており、接続する鉄道駅も多いため、かなりの利用者がある。 しかし、山手通りは渋滞も激しくしばしば遅延が発生しており、定時運行の難しい路線でもある。基本的に大型車での運行であるが、最近では品川線でも大型車に混じって、中型車が運行されることがある。この路線は、1929年11月21日に、 東横乗り合いが運行を開始した大橋、大鳥神社前の路線がベースとなっている。東横乗り合いの東横電鉄本体への吸収により、東横乗り合い中目黒営業所の流れを組む不動前、営業所が担当となった。終戦直後は、渋谷駅品川区役所を結んでおり、当時の船名は、品川区役所線といった。区役所が、広町の、 現庁舎に移転した時にも、区役所構内を発着する便が新設され、長年品川区の北部と区役所を結ぶ連絡線の役割を果たしてきた。1956年9月21日、路線の大半にあたる渋谷駅大崎広港時間に、トエートロリーバス1 0 2系統が開通して、競合となるが、 都電第一次撤去と同時の1967年12月9日限りで、廃止されると、都営バスは、渋谷と五反田の間に代替バスを設けず、トロリーバスの事実上の後継路線という意味合いが、生まれた。玉川線廃止直前の1969年5月6日限りで、不動前営業所が活動を終了し、玉川通り沿いの大橋に移転して大橋営業所に、 生まれ変わると、廃止の直前まで一貫して、大橋が担当した。しかし、1971年6月1日からは、全便が大井町駅までの運行となり、船名からも、区役所の文字が消えて、品川線となった。品川駅を通らないのに、品川線の船名となっているのはそのためである。 1991年3月18日から、渋谷駅大橋、大鳥神社前から、目黒駅というルートで深夜バスが運行されていたが、短命に終わっている。また、1994年6月末日まで、道玄坂上停留所付近から、渋谷駅構内まで、東急バス専用道があり、その終端となる東急百貨店東横店、西立2階には、 ターンテーブルを備えた渋谷東急バスターミナルがあった。この場所は東急玉川線の渋谷駅跡地で玉川線廃止後、専用軌道をバス専用道路に作り替え、停車場跡地にターンテーブルが設置され、1970年5月17日から使用されていたものである。現在の渋谷マークシティ内、京王井の頭線と東京メトロ銀座線の線路に、 挟まれた場所にあたり、品川線はそこを起点としていた。専用道と停留所が使用できたため駅付近の渋滞に影響されにくく、なおかつ駅に直結していて便利であった。その後、渋谷マークシティの建設に伴いターンテーブルは撤去され、路線バスの停留所はなくなったが、バス専用道入り口は引き続き高速バスターミナルの専用道として残っている。 2002年7月16日付で、大橋営業所から目黒営業所へ移管され、これと同時に、大井町駅大橋間の出入庫系統が廃止され、清水渋谷駅、清水大井町駅の出入庫系統が新設された。2003年3月19日には、渋谷駅大崎警察署の折り返し便をい、目標まで延長した。2015年12月8日に、 大崎駅に口のバスターミナルが開設され、同ターミナルに乗り入れを開始。これに伴い、従来の異議はしき、大崎駅始発便は廃止された。大崎駅折り返し便は、行き先表示の系統番号部分を反転させている。運行途中での乗務員の交代は、大鳥神社前で行われる。乗務員は、目黒営業所がある清水から、大鳥神社前までを、 目黒通りを経由して徒歩、または目黒通りを走行するバスに便乗して移動する。1952年6月25日に東急百貨店清水が開通し、1954年7月25日に戦速まで延長。1957年7月13日からは大岡山経由で専属池に至る便も運行されていたが、 1970年代に、現行経路となった。なお、遠遊寺前から、専属駅間は、戦前に、目黒蒲田電鉄が運行した路線と重複する。また、1975年までは、中目黒駅から先、新宿駅西口まで行く宿50系統も目黒区、役所中目黒駅間で重複していた。遊天寺二丁目交差点以降の目黒中央。 中学校専属駅は、清水付近で目黒通りを横断する以外はもっぱら、住宅街を走り、目黒区上目黒、中央町、目黒本町、専属の地域輸送を担う。実装産小学寺、名県産有天寺、京王産園有寺といった著名な人、仏閣があり、目黒区総合庁舎、都立目黒高校への足としての重要な役割を持つ、路線でもある。 途中には、専属学園前という停留所があるが、これは、専属学園第一高等学校が、かつて停留所前にあった名残である。水道局目黒営業所前から、清水更新は交通規制により、専属方面と渋谷方面で通行経路が異なる。そのため、中央町二丁目は、専属方面のみ、清水は、渋谷方面のみ停車となり、中央町は、 それぞれの停留所が約200メートル離れている。この区間は京愛路のためあたり路線は中型車限定運用となっている。開通当初、この付近では五本木から目黒通りへと直進するルートで往復とも運行されていた。出入後時には両方向から清水発着が運転される。 東急目黒線専属駅のホームは地下にあり、ホーム直上に駅舎と東急ストアが建てられている。バス乗り場は駅舎と東急ストアの間にあり、駅改札の裏側にあたる。2007年3月16日、東急トランセ管理委託の上毛場営業所へ移管されるが、2016年3月1日付で管理委託を解除の上、全便再移管。9年ぶりに、 元の目黒営業所に復帰し、現在に至る。遠日開催時の不動線渋谷駅からのバスはここ、林市の森入り口で折り返す、林野町林業試験場への通勤輸送を目的に、1959年12月18日付で開通した。林業試験場が、茨城県つくば市へ移転した後も、統合幕僚学校、陸海空産自衛隊幹部学校、 官邸装備研究所などを要する防衛省目黒地区への通勤輸送、また東京白前霧ヶ谷斎場を訪れる葬儀参列車の輸送を担っている。中型車両で運行される路線であり、多くの区間で狭隘な道路を走行し、下目黒5丁目、不動村門前館では反対方向のバスとは決まった場所ですれ違いを行っている。 不動村の入り口付近は特に狭いため、誘導員が配置されており、境内にはバスのみ乗り入れが認められている。また、2007年3月16日の線速線の遺憾により、不動線は全車ノンステップバスでの運行となった。本路線は、目黒不動村の境内を通行しているが、毎月28日をび、正月3日が日は、 縁日が開催されるため、境内の通行ができなくなる。そのため、毎月28日及び、正月さんが日は原則として、渋谷駅東口臨手の森入口、不動村門前五反田駅の分離運転となり、臨手の森入口、不動村門前の間は、徒歩連絡となる。この間を徒歩連絡で利用する乗客には、臨手の森入口、または、 不動尊門前にて降車する際に、乗り継ぎ券が配布される。また、曜日にかかわらず特別ダイヤで運行される。また、三賀日も、縁日同様のダイヤが組まれる。なお、折り返し地点となる、臨時の森入り口、不動尊門前で折り返す際は、T 字路でバックする形で折り返す。そのため、縁日ダイヤの際は、両停留所の周辺に誘導員が配置される。 東京都市大学のキャンパス間を結ぶ路線。運賃は無料だが、乗車時に学内で配布されている、シャトルバス利用券、または学生証の提示が必要。2014年度までは、東山電営業所と共感しており、世田谷キャンパス出発時に交代が必要となるため、バックアイを搭載している大型車が運行していた。 2015年度からは新たに特定登録された中型車が重当する。戦術の2車両廃車に伴い、2018年度からは新たに特定登録された M873、M874 が重当する。なお検査時はバックアイ付き中型車が代走し、学位重要式などの採示日は前述の大型車が運行したり、東山電営業所の車両が担当する。 なお、特定登録車両は、運賃箱と、車内電光掲示板が取り外されている。路線の分割等に伴うものを除く駒沢、営業所の環七線の前身だったが、1967年の環七線の新宿駅延長に伴い、都立大学駅前から先を、清水線のルートに付け替える形で新設された。目黒通りを、 中根町まで進み、中根町交番前交差点を右折、自由通りを、国道246号、真中交差点まで進み左折、駒沢交差点で左折、駒沢通りを左折し、駒沢公園に至り、駒沢公園の先で自由通りに入り、目黒駅に向かう、終点部分で循環する路線であった。駒沢営業所を通過するが、行き先は、 駒沢公園となっていた。鶴巻営業所の学校線、駒沢営業所の高知自由が丘線との重複整理を大義名分として、駒沢営業所の閉鎖に伴う路線再編成に先立って、1984年1月31日、限りで廃止。専属線と中目黒駅で分かれて山手通りを北上し、初台を経由して、新宿駅西口まで行く路線。 東大前と初代の間は、淡島営業所の、初大線と同じ、新宿車駒前と新宿駅西口の間は当時、存在した都営バスの橋78系統と、同一だった。1965年に、それまで、京王帝と電鉄単独だった、駒場線のルートを付け替え、駒場駅と中目黒駅の間を延長し、線続線につなげる形で、東急が新規参入。 新宿駅から目黒区東山にあった東急修学旅行会館へのアクセスを確保すると共に東海大学本部、代々木キャンパス、東海大望星高校への通学輸送を担っていた。1971年に京王が撤退して東急単独となったが1974年1月15日限りで廃止。京王帝都電鉄は目黒区から撤退した。 1954年、東急電鉄が打ち上げた、有料道路構想、東急ターンパイクの先駆けとして開設された。当初は、全区間一般道路経由で、渋谷駅から、上がり馬まで玉川通り、乗馬から馬米まで、間七通り、馬米から横浜まで、第二京浜国道を走り、横浜駅からは、江ノ電バスの大船、鎌倉経由江ノ島線と同じ鎌倉街道に沿って、 走った。その後、東急ターンパイクは、国直轄事業に取り上げられ、1965年、第三景品道路として開通。江ノ島線は、瀬田から保土ヶ谷まで、第三景品、保土ヶ谷から戸塚まで、横浜新道経由の途中ノンストップに変更された。しかし、渋滞の悪化と、東急ターンパイク構想の頓挫による、事業環境の変化を受け、 1974年6月30日、限りで廃止された。江ノ電バス横浜、鎌倉営業所廃止路線、江ノ電バス藤沢、湘南営業所廃止路線も参照。東急における、都島町距離バスの先駆けとして、1961年7月1日に、運行開始。後藤慶太の故郷、長野県と東京を直結する路線だった。 戦術の江ノ島線とともに定期観光バスとして運行されていた。午前出発便には品野路号として、午後出発便には全行時号として、それぞれ運行されていた。1971年6月30日限りで廃止。現在は関越自動車道、上新越自動車道を経由する高速バスとして、バスタ新宿発着で、 京王電鉄バスとアルピコ交通池袋駅発着で西武バスと朝電バスが運行している2002年5月16日付で東急トランセ管理委託の上鶴巻営業所に移管目黒担当時代は出入小便として清水発着があった旧目黒自動車運輸の品川駅有天寺駅線以来70年以上にわたり一貫して担当したが 2002年7月16日付で、東急トランセ管理委託の上、ゲバ営業所へ移管。さらに2014年9月1日付で、鶴巻営業所に再移管され現在に至る。1999年9月1日、鶴巻営業所から移管。2007年3月16日付で、東急トランセ管理委託の上、鶴巻営業所に戻される。 エバラ営業所が建て替えにより、手狭になるとの理由で、2010年4月1日付で、遺憾。その後、工事終了後の2012年10月1日付で、エバラへ復帰した。エバラへの再刊前日の2012年9月30日には、森礼に系統の、全便を、日の、ブルーリボンシティハイブリッドで運行され、話題となった。エバラ営業所の建て替えに伴い、 2010年4月1日付で、移管。工事終了により、2012年10月1日付で、復帰した。特車トルバス、エバラ朝鮮、品川水族館間送迎バスと共に、2010年4月1日付で、エバラ営業所から移管されたが、エバラ営業所の建て替え工事終了後の2012年10月1日付で、エバラ営業所へ復帰した。 エバラ営業所の建て替え工事に伴い、エバラ朝鮮や品川水族館間送迎バス、特シャトルバスと共に2010年4月1日付で、エバラ営業所から移管されたが、建て替え工事終了後の2012年10月1日付で、エバラ営業所へ復帰した。2021年4月現在は5メーカーの車両が在籍しており、大型短弱車と中型車、ナロー車、 ワンロマ社が所属。ワンロマ社を除きいずれもノンステップバスで、大型短尺車は、日の、ブルーリボンシティハイブリッドとブルーリボン2、三菱不走、エアロスター、エアロスター S、UD スペースランナー RA、イスズエルガが、専属線、不動線専用の中型車は、日の、レインボー2と、三菱不走、エアロミディエムおよび UD スペースランナー RM。 自由が丘線と品川線で、主に使用されるなろう者は三菱不装、エアロミディエム系が所属している。所属台数は81台。目黒営業所は三菱不装と非の UD から納車を受けてきた。このうち UD の大型車は1986年度に先代109車に置き換えられて、一旦消滅し、配属のない時代が長らく続いたが、2000年度に、 深沢1000黒07系統を受け入れた際に、鶴巻から UUA440HSN の1991年土砂5台が転入していた。さらに2007年から UD スペースランナー RA が配属され、再三にわたり配置されることになった。それに加えて、富士重工業神 7E ボディを持つ UA452 が、鶴巻、ゲバや池上、 新羽などから転属し、三菱不走エアロスターノンステップに代わって、同営業所の一大勢力となっていた。また、エバラ営業所からの路線移管もあり、鈴社も、QM581 以来14年ぶりに、東営業所に配属されるようになった。エバラ営業所からはこの他 UD、スペースランナー JP や品川水族館、特シャトルバス専用のイスズエルガミを 東京都保健医療公社エバラ病院シャトルバス専用の三菱不装、ローザも転入していたが、2012年10月1日の再移で、エバラ営業所に出戻っており、貸切登録された、UA452 の2台もエバラ営業所に転属している。この他、ワンロマ社が、都内の営業所で唯一配置されていたが、2018年に、 新羽根営業所に転属したため現在は配置は、なくなっているまた、初期三菱不装のステップ車は109車の塗装、受け継上中華のラインともに赤であり、他の営業所のような青いラインが入っていない。2004年度の三菱不走車からは、他営業所と同じく青いラインが入るようになった。M1175 は、東急バス創立20周年を記念し、 ゲバ営業所の SI1126 と同様の観光バス初代塗装となっている。2020年と2021年に導入されたトヨタソラは東急バス発の燃料電池バスで東98系統都市部41系統の限定運用となっている。車内の LED 表示器は2 0 0年頃までは他の営業所と同じ一段式のものを使用していたが2 0 1年 ゴロから二段式への交換が行われた。表示方法が一段や他営業所の二段式のものとは異なり、次はネクストを何ループかスクロール表示し、その後日本語表示が固定表示される。二段目は広告の表示にのみ使用される。停車中は、その停留所の日本語表示が固定表示される。発車時、一段式や他営業所の二段式は、 放送装置のスイッチを押さないと次の停留所が表示されないが、木黒所属の二段式は、扉が閉まると勝手に次の停留所名の表示が始まる仕組みになっている。この動作は木黒所属の車両のみで見られる。2016年に配属された M1662 号車は、車内の停留所名表示器が LED ではなく、 クラリオン製の液晶表示器となっている。ありがとうございます。